バチェステル・モリナはアルゼンチンの自動式拳銃、イスパノイコールアルゼンチンが製造した。アルゼンチンで軍、警察に採用されていたシステマコルト M1927 を安価に代替する目的で開発された。その目的からデザインは既存の M1927 と類似したものとなった。断層、リコイル用のスプリング、重心、 バレルブッシングは互いに流用が可能であった。他のパーツも外見は同様であるが、流用はできなかった。部品の多くが流用できるものの、バジェステルモリナは、メーカー名のほふダすを関して知られる銃となった。また、1940年までは、バジェステルリガウと呼ばれ、当初の刻印は、ピストラオートマティカカラバー、45バリスター、D5 度。 モーデロジャム1938であった。ショートリコイル機構を持つ自動式拳銃である。シングルアクショントリガーは M1911 のスライド式ではなく回転軸を中心とするものであった。撃鉄の安全装置は手動レバーのみであり、握ると解除されるグリップセーフティーは備えていない。グリップは当初は木製であったが、後にプラスチックに変更されている。 アルゼンチン陸軍は1938年に採用した。その後1940年から42年にかけてイギリスに輸出されている。アルゼンチンの銃器雑誌マグナムが2007年9月に発表したところによるとイギリス向けの輸出品は自沈した装甲艦アドミラルグラーフシュペイの鉄で製造されたとする伝説は真実であるとした。また、専門家である。 アレハンドロ・ゲレビーチは、イギリス向けのレンドリースによる鉄がアルゼンチンに送られたものにより製造されたとしている。イギリスでは、第8軍と特殊作戦執行部に配備され、生産数は1万から1万5000と見られている。特に特殊作戦執行部向けには、占領地や敵地でイギリス製の装備の使用を避けるために用いられた。イギリス向けのものには、 B から始まる12000から21000のシリアルナンバーが割り当てられた。訓練用の22口径モデルが存在する。外見は刻印を除き告示しているが、機構は威力の低いリムファイヤー弾に適したブローバック式となっている。この型の生産数は少数に止まっている。また、重心を延長したものも存在している。M1911 を コルト社の技術支援のもとで、ライセンス生産したモノホフダス社のデザイナーは、後にチーフデザイナーとなる、フランス人、リシュリー・ゴドと、後に最高経営責任者となる経営者の、親族カルロス・バジェステル・モリナ ABC、バリスター・モリーナサービスピストル。2012年11月15日閲覧。ブエノスアイレスの博物館の展示品。ありがとうございます。